はい、皆さんこんにちは、村田です。今回はですね、以前レビューをしたこちら覚えていますでしょうか。 AG というオーディオブランドから発売されている完全ワイヤレスイヤホン AGTWS08R ですね。非常に音質も良くて、その割に価格が安いっていうね、非常に使いやすいモデルだったんですけれども、このモデルと同じタイミングで発売された AGTWS07R、 こちらですね、こちらをレビューしていくんですけれども、 08R をレビューした時に、実際、07R とどこが違うんですかっていうふうに質問を受けたので、その違いが分かるように今回はですね、レビューをしていきたいなと思っています。AG といえばね、ファイナルというね、高品質で高級なオーディオを手掛けるブランドがですね、全面監修をしているオーディオブランドが AG なんですけれども、そこからね、同タイミングで出たイヤホンで、価格もね、500円ぐらいしか差がないので、実際ね、使ってみてどういう違いがあったのかという部分をね、検討している皆さんに分かりやすいようにレビューをしていきます。それでは行きましょう、イントロ。はい、それでは開封をしていきます。パッケージはこんな感じですね。なんかね、この AG のこの以前レビューした 08R よりもだいぶ大きくなってますね。はい、じゃあ開けていくと、はい、説明書と、こちらが本体ですね、充電ケースと、イヤホンのね、筐体2つ、そして、付属品には、はい、出てきました。袋にはね、ケーブルとイヤーピース、そしてユーザーマニュアルですね。ということで、同梱物に関してはイヤホンと充電ケース、そして充電ケースを充電するためのケーブルで、イヤーピースですね、そして説明書、ユーザーマニュアル、以上のラインナップです。それではですね、充電ケースの方なんですけれども、もう AG ブランドでね、おなじみの小雪塗装って言われるね、こういうちょっとザラッとしたね、質感のある表面塗装がですね、この充電ケースとこのイヤホン両方ともに施されています。ね、本当に以前もね、動画でお伝えしたんですが、川辺に転がる小石みたいなね、そんな風貌を覚えますよね。マットな仕上げで、この丸みを帯びたで優しいデザインが非常に僕は気に入っています。指紋だとか、油だとかね、そういったものがつきにくくて、ほとんど目立たない感じですね。この小雪塗装のね、独特のこうちょっとザラッとしたね、指触りっていうんですかね、そういったものが非常に心地いいですね。汗ばんだね、手でこう触っても全然こうベタつかずに非常に使いやすいですね。そして、イヤホンのこの開けると、充電スペースには R と L っていう風に書かれているので、こっちをね、イヤホンのこの R っていうのをこっち側に入れて、そして L っていう方をこちら側に入れて、こんな感じで充電をしてあげます。でね、こんな感じでこうマグネットでね、こっち両方ともくっつくようになっているので、ちょっとね、わかるかな、こんな感じ、しっかりこう吸い付くようにパチッとはまってくれるので、こんな感じでこう逆さまにして振ったとしても全然、ずれ落ちたりね、する気配はないですね。歩いている時にね、ちょっとね、通勤中にこうサッと出す時にも、ちょっと誤ってこんな感じになっちゃったとしても全然落ちたりしないので安心してください。非常にね、マグネットも強力なので、いいんじゃないかな。こうしまう時にもね、こうペタッとくっついてくれて、こうしかもケースもね、カチッと閉まってくれるので、ケース自体もね、蓋がペローンとこうめくれたりっていうこともないので、非常に使いやすいケースですね。全体のフォルムはね、こんな感じですごい薄いんですよね。この AGTWS08R に関しては、確かにこういう風に見ると若干ね、こちら側の方がコンパクトな感じはするんですが、厚みですね、厚みに関してはほら、このこちら側の TWS07R の方がちょっと薄いんですよね。男性の場合はポケットの中に入れてイヤホン持ち歩くって人は、タイトなでデニムのズボンとかにもスッとこう入る薄さなので、携帯性っていう部分にはこの 07R の方に軍配が上がるんじゃないかなと思います。でやっぱりどうしてもこの 08R の方はこれだけ厚みがあるので、ポケットに入れた時にね、ボコッとね、シルエットがずれてしまう
う可能性があるので、まあ、そのあたりはこっちの 07R の方がいいんじゃないかなと僕は思いますね。そして防水性能に関してはこのね 08R の方は防水性能あったんですけれども、今回ねレビューするこの 07R の方には防水性能がありません。なのでね雨にね濡れないように注意してください。でもちろん両方とも共通なんですけれども、充電ケースの方は防水性能、ありませんので、あくまでも耐水性能があるのはこの 08R のイヤホンの本体のみですね。なので今回レビューするこの 07R の方に関してはケースもイヤホンも両方とも耐水性能ありませんので注意をしてください。はい、続いてカラーバリエーションなんですけれども、このねブラックの他にクリームとバイオレット、この3色の展開になってます。バイオレットとかねクリームはあのイヤホンのカラーではね結構見かけない色味なんじゃないかなと思いますね。まあ、こう発色を抑えていて、まあ、落ち着いた印象なので派手すぎないし、おしゃれですよね。あんまり本当見かけないよな、こういったね、クリームとかバイオレットの色、いいんじゃないかなと思いますね。あの洋服に合わせてねアクセントカラーに使ってあげるのも、おしゃれでいいんじゃないかなと思いますね。で今回はねこの、ブラックの一番ねベーシックな方のレビューをしていきます。続いてバッテリー持ちに関してはこのイヤホン単体で最大5時間の音楽再生ができます。こんな風にねケースに入れて充電をしてあげることで最大で20時間ほどのバッテリーが持ちます。一方でこの 08R に関しては、イヤホン単体で最大7時間ケース併用で最大28時間だったので 08R よりも少しね 07R に関してはバッテリー持ちが短めだというところですね。まあ、とはいえ、まあ、通勤通学で使う分には十分使えますし、作業中にね使う分にも十分な電池持ちを誇っています。まあ、ただね注意なんですけど、イヤホンの長時間装着で、まあ、中耳炎になったりする人もねいるようなので、適度に耳を休ませてあげるようにしてください。で前作と同じようにこちらですね、本体を充電するにはこの USB-C ポートが、07R に搭載されています。このね付属のね充電ケーブルが付いてますので USB-C ポートに挿して USB アダプターと接続をして充電してあげてください。さらにこのケース自体がこんな風にねワイヤレス充電器に載せると、分かりますか、充電をされるんですね。つまりワイヤレス充電機能に対応しているケースなんです。でこれはねあのこの前レビューした 08R には搭載されていなかった機能なので、これね非常にケーブルレスで充電できるので使いやすいですよね。 iPhone とか Android とかね、あの地域格のワイヤレス充電パッドを持っている人であればそのままね置くだけで充電できちゃうので、ケーブルをねわざわざ抜き差しする手間もなくて便利だというところです。イヤーピースの形状は耳に接する面積の大きなカナル型、いわゆるね耳栓みたいなタイプですね。でイヤーピースは本体にあらかじめ付いているこのサイズを含めて SML 3サイズのイヤーピースが付いています。皆さんの耳のね形だとか大きさに合わせて選んであげてください。このイヤーピースね、あの 08R 前回レビューしたものと同じなんですけれども、色がね乳白色の色をしていて耳垢が目立ちにくい配慮がされています。なんかねイヤホンをね外した時にたまにね耳垢がついてて恥ずかしいってことあるじゃないですか。まあそういった時にねあんまりね見栄え的に恥ずかしくならないし、そういったあの痒いところに手が届く配慮があるからこそ AG のね R シリーズっていうのは普段使いにぴったりなんでしょうね。はい、それではですね実際に耳に装着していきます。こんな感じで耳に入れた後にちょっとグイグイってこうね回すような感じで自分のベストポジションを探して装着してください。装着した感じがこんな感じです。つけた感じはあのフィット感はね軽快で違和感はね特段ありませんね。あのピタッとこう耳穴に隙間なくフィットするっていうよりかはどっちかというとあの耳栓タイプのカナル型の割には圧迫感が少なめですね。まあ、これね正直好み次第ですけど、正直僕の場合はこっちのね 08R の方がフィット感が好きかなっていうイメージですね。個人的にバチッと隙間なくこうハマってくれるこの 08R の方が遮音性とかねこう没入感という意味でも、いいのかなとは思います。ただねこっち側の 07R も決して悪いということではなくて
て、あの軽快な装着感と疲れにくい、長時間ねつけていても疲れにくいつけ心地を味わうことができるので悪くはないですね。そして接続の安定性の部分なんですけれども、まあね、あの外に出て使ってみたところ、まあ、人が集まったりとかねする場所ってどうしても電子機器とか、ね、同じようなイヤホンとかねで電波がすごく飛び交っちゃうと思うんですね。例えばあの駅のホームとか繁華街とかデパ地下とかね、あの空いた場所都内数箇所で試してみましたが、ほとんど音は途切れることはありませんでした。全然ストレスなく音楽視聴ができましたね。ペアリングに関しては、Bluetooth 5.0 比較的新しめな規格が使われています。安定した接続を実現していると思うので、普段使いでねストレスを感じることは少ないんじゃないかなと思いますね。そして便利なのがオートペアリング機能に搭載していることですね。こんな風にね一度戻してこういう風に付け直した時に、こっちのねスマホに、自動的にペアリングをしてくれるというものなので、一度ね接続さえしてしまえば次2回目以降からは簡単にスマホとペアリングができるので、それは便利ですね。続いてこのイヤホンの操作に関しては、この TWS-08R と同じくタッチセンサーが採用されています。どこにもね物理ボタンがないので触れて、操作するという形になります。使ってみた感じ、あのタッチ感度も非常に高くて、触れてもねこう反応してくれないってことはほとんどありませんでしたね。ただタッチ感度が非常にいいせいか、あのタッチしてねこうなんて言うんだろう、反応する面積っていうのがね大きいからかもしれませんけど、あの音楽視聴中にイヤホンのねこうちょっとね位置をね、あちょっとずれたからちょっと直そうかなっていうふうに、こんなふうに直してる時にこのハウジング部分のちょっとこのねヘリッコっていうか、あの側面部分にちょっと指が触れただけでこう反応してしまうっていうのが、ちょっとあの感度が良すぎるが上にちょっとなーっていうふうには思いましたね。まあ、タッチ感度が鈍いよりは全然マシだと思います。まあ良くも悪くもってとこですかね。イヤホン側で操作できることとしては、左右どちらかのイヤホンを1回タップして音楽の再生とか停止、右のイヤホンを2回タップすることによって曲送りで、左を2回タップすることによって曲戻しで、右をね3回タップしてあげて音量のアップで、左を3回タップしてあげて音量のダウン、あとは着信中にね左右どちらかを1回タップしてあげれば電話に出る、そしてね通話中に左右どちらかを1回タップすると電話を切る、着信中に左右どちらかを2回タップしてあげれば着信拒否ができます。で非常に使いやすくて、あのシンプルだし普段使いにはぴったりですね。続いてですね、お待ちかねの音質に関してなんですけれども、まあ、ファイナルが全面監修をしているということで、まあ、非常にねあの楽しみにしている方も多いと思うんですけれども、まずねコーデックに関しては SBC と AAC に対応しています。で全体としては音がフラットで重たくないので、気構えせずにラフにこう聞けるような印象ですね。解像度がね決して低いというわけではなくて、まあ、それなりに音の分離感だったりっていうのも高くて細かい印象を受けました。楽器よりもどちらかというとボーカルの歌声の方が際立つようなイメージで、まあ、逆にその楽器が邪魔しないとも言い換えられるかもしれませんね。なので歌物には向いていると思います。その一方であの中音域が若干ねこうかすれて聞こえてしまうのがちょっと気になりましたね。おそらく重たくならないように聞き心地をね重視しているからだと思うんですけど、結構好みはこの辺は分かれそうですね。まあ、なんていうか聞こえてくる音の軽さという意味では流行りのドンシャリ系イヤホンに慣れている人だとベースラインの量感とかキックの聞こえ方に物足りなさを感じてしまうかもしれません。こちらのね AGTWS-08R の方は、まあ、深い低音と前に出る音圧を重視した流行りの傾向を取り入れているのに対して、こっちのね TWS-07R はポップで軽快な聞きやすさを大切にしているような印象を受けました。こちら側の 07R の音色を例えるならば、もう悪く言えば薄味でパンチがない料理、よく言えば味付けしすぎないで素材の本来の味が楽しめる、そんなイメージですね。全体的な、チューニングのバランスも良くて、ファイナルのエンジニアの方々が監修しているだけあって音質が良くて、まあ、7000円台ということを考えると比較的コスパは高いというふうに言っていいと思いますね。左右どちらかのイヤホンをですね、こんな風にイヤホンに戻してあげることによって、残った片方のイヤホンで音楽再生ができる片耳再生に対応しています。
まあ、ちなみにね、YouTube の視聴中にも同じようにすれば片耳再生ができました。ラジオ感覚でね、 YouTube を聞いている人だとか、まあ、歩きながらとかね、電車に乗っている時に活用するにはいいかもしれませんね。まあ、その周囲の状況を片方の空いている耳で把握することができるので、例えば歩いている時に自転車が近づく気配だったり、電車に乗っている時の、ね、車内アナウンスを聞き逃さないっていうメリットがあるので活用してみてください。内蔵されたマイクによって、ハンズフリー通話にも対応しています。一般的な、ね、電話に関しても集音性能も非常に高くて、スムーズな電話をすることができました。あと最近で多い、ね、テレワークで、ね、ビデオ通話をしている人も多いと思うんですけれども、それでも何度か、ね、Zoom とか Google Meet とか、まあ、そういったチャットツールを使って試してみましたが、何の支障もなく打ち合わせがスムーズに、できましたね。相手の声が、聞こえづらいということもないですし、自分の声がね、ビデオ通話相手に対して聞き取られづらいっていうこともなかったので、全く問題なくスムーズな打ち合わせをすることができました。ただこっちのね 08R でもそうだったんですけれども、外で使っている時に風切り音を拾いすぎるのがちょっといまいちかなと思いましたね。どうしてもそこだけは僕気になっちゃったんでね、それはねこの次回作に期待かなというところですね。はい、ということで今回はですね、 AG から発売されている TWS-07R 完全ワイヤレスイヤホンをレビューしてきました。以前のね、レビューしたこちらの 08R と比較した点もいくつかご紹介してきましたが、どっちを買おうかなっていう風に悩んでいる人の参考になればいいかなと思います。あくまでも僕の意見ですけれども、音質を重視したいならこちらの 08R、 携帯性を重視したいならこちらの 07R という感想を持ちました。まあ、価格差もね、500円しか違わないし、まあ、どちらもね7000円台で買えるので、まあ、そのコスパを取ったらどちらとも非常にハイレベルなコスパだと思いますね。この AG の R シリーズ共通なんですけれども、手頃な価格と使いやすさを求めるというコンセプトね、どちらとも非常に伝わってきました。ハイエンドな非常にねスペックの高いイヤホンももちろんいいですけど、7000円台で買えるこういった手頃なイヤホンもなかなかハイスペックだし、普段使いにはぴったりじゃないかなと思いますので、この動画の概要欄に商品ページのリンク入れてありますので、そちらでじっくりと吟味してみてください。はい、ということでこのチャンネルでは、今ここにない未来をその手にをコンセプトに、最新ガジェットやスマホアクセサリー、さらに目新しい雑貨まで幅広く取り扱う会員登録数40万人を超えるネットショップアップバンクストアと、ガジェットを中心にレビューしているウェブメディア ABS マガジンを運営する僕村田が物の価値を分かりやすく解説しているチャンネルです。この動画が参考になったよと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。